正門旧正第八高等学校は愛知県名古屋市にかつて存在した管理休正高等学校である。1908年3月に設置された。略称は八校。現在の名古屋大学の前身の一つである。鹿児島の七校に続いて設立され、ナンバースクールの旧正高校としては最後となるものである。設立の背景には愛知県及び 名古屋市による熱心な高校誘致運動があった。文科理科よりなる修行年限3年の高等科が設置された。学生の半数以上は地元の愛知県出身者であるが、名古屋帝大への進学者は少なく、進学先トップは東京帝大が突出し、これに京都帝大が続いたと遅く、中部地方では1946年の愛知大学まで文系学部がなかった。 神聖名古屋大学の前進校の一つで教養部の校正母体となった。校章は、厚田神宮の剣と三陽数字の8を組み合わせたデザイン。校歌、銀線空にもあったが、代表的な歌は、寮歌、い吹きおろしで、名古屋大学において、現在でも歌い継がれている。他の代表的寮歌は、春3月など。高知は、水穂が丘、または、随良と呼ばれたが、 実際は低い丘のふもとのような位置にある。現在は名古屋市立大学滝子キャンパスとなっている。また、正門は博物館、明治村に移築され、村の正門として活用されている。高地内に小規模な古墳があり、八甲古墳と呼ばれている。前方後円墳であるが、前方部は八甲時代に食堂建設のために切り崩されて失われている。 設立当初の高知は名古屋市東区南外堀町の愛知市中の跡地に置かれ、その校舎を転用していた。1909年9月から12月に、同市街の愛知軍呼び継ぎ町大あ水穂ずさんの畑に新校舎が完成、順次移転した。1945年3月の空襲による校舎消失後は、厚田中学校、尾張中学校、 愛知県立商業学校などの校舎を借用、地方からの生徒に対しては、千田郡高和町の全中寺、南部国民学校を宿舎及び教室としていた。翌46年9月には、同町の旧日本海軍第一航空隊跡地に移転したが、旧高地への復帰運動が起こり、1947年9月には、水歩高地に校舎が再建された。 新生名古屋大学への包括後、八校の水穂高地は、同大学の一般教育を担当する、水穂文校として継承され、1963年正式に教養部が発足した。しかし翌64年3月には、キャンパス統合の一環として教養部の東山キャンパス移転が行われ、水穂キャンパスは廃止され、名古屋市に譲渡された。現在、かつての水保高地は、 名古屋市立大学の滝子キャンパスとなっており、経済学部、人文社会学部、総合生命理学部が置かれている。校内には、旧八校のシンボルであった祖鉄の木が残され、旧校帝跡、八高生青春像が1988年に混流されている。旧八高生門は、犬山市の博物館、明治村生門として、一区保存され、 登録有形文化財となった。また、八高生が通学の際通っていた、鶴舞公園内の鶴舞図書館前に、八高領下いぶきおろしの下碑が1958年に、混流されている。ありがとうございます。